だからなんかその壊すのが快感になるともうやめられないというか、うん、そうですね、はい、もうまさにおっしゃる通りです、はい、うん、でそれを壊した時に見つけたなんか快感というか、うん、あこれええやんっていうなんか、はい、ね、なんか、はい、なんか見つけた感が、うん、あれはもうやみつきになるというかもうそれが生きがいみたいな感じある、うん、ですね。だから、まあ、今まさにもそのプラスチックプラスチックメロンっていう、うん、あのとか僕も本当にもう中学時代からむしろもう追いかけてるあれで、うん、当然そのメロンとか出てきた時とかもまさかあの豪太さんのことも当然知りませんし、その時はね、うんうん、それはそうでしょう、普通にもうなんか憧れの対象でしかなかったんで、うん、なんかもう全然理解できたんですよ僕の中では。その例えばプラスチックスがあって、うんうん、そこからあの立花はじめさん、はじめ今ではもうね本当にもうなんか友達みたいにお付き合いさせていただいてるのも信じられない話ですけど、豪太さんも含めて、うんうん、いや僕もはじめさんとかと普通に話しかけられるのが不思議な感じでもね、うん、いや豪太さんでそれだったら僕なんかもうあれなんですけどなんかねそこを追いかけていって、でメロンがああいう風に進化していってとかってもよくわかるし、で豪太さんがその後こう投影されて、うん、まあ、だあのミュートビートを経て、うん、あの投影されてソウル2ソウル全然わかるっていう、うん、なんか僕の中ではもう全部続いてるのがわかるんですけど、なんかそこにあんまりこうと影響を受けてない人とかだと、なんでそこからそうっていう、そうよね、ちょっと説明がね難しいところもあると思うんですよね。それは難しい、やっぱりその知らないとね、うん、うん、いやそれはわかるわ。そうですよね、うんうん、作曲とかいわゆるそのトラック作り始めた、いわゆるバンドのメンバーとして入って始まって、はい、でやっぱり今言ったみたいなその壊してなんか見つけた時の快感みたいなのがやっぱりそういう作曲もトラックメイキングもまあ、うん、同じっていうか一緒みたいな感じで始めてるよね、はい、きっとね。そうですね、僕の場合その誘ってもらったバンドでなんかこうまあ多分そのそれぞれいろんなこう立ち位置はあるとしても、そのベースが主導して曲を作るみたいな風になぜかなっていったんですよ、うん、でなんかそのなんとなく僕が一番そのそれぞれの持ってる楽器の中ではギターだとギターの人のうまさ、ベースだってベースのうまさ、サックスだとサックスのうまさってあるじゃないですか。でなんとなくこうメンバーが増えてきて、僕がベーシストとしてベースを弾くあのレベルが多分他の人に比べて一番うまいんじゃなくてまともだったんですよなのでまあお前が曲作るべきでしょうみたいな話になって、なんか僕がこうフレーズを考えてこんなフレーズどうですかって提案をしてやっていくのことが多くなってきて、なんとなくこう作曲担当みたいなことになってきて、でそれにみんなセッションでやってこう曲が出てできていくみたいなことになったのが多分そのまあ、作曲とはもうほぼほぼ呼べないんですけど、曲を作る、構成するっていうことの、まあ、一番最初だったと思います、うんうんうん、でその打ち込みっていうことに関して言うと、僕結構並行してだから10代の、終わりぐらいから始めたんですけど、その頃っていうのはドラムマシンと、ディレイマシン、うん、あのボスのねなんか要するにディレイと言いつつサンプリングの真似事みたいなのができるディレイが、うん、ちょっと紺色のやつ、あなんかそんなやつです、ワンユーか、はい、うん、ワンユーの、はい、でペダルを押した時だけその音でディレイが本当にちょっとしかサンプリングできないですね、はい、そうなんです、再生できるみたいな、うん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 、それとドラムマシンと自分でギター弾いてカセットに録音したのが多分最初ですかね、はい、だからそれは何年ぐらい、あ年数で多分1987、8年ぐらいだったんです、はい、なんででもそこはなんかあんまりそこからあんまり進化しないんですよ。なぜかそこで止まっちゃって、うん、その録音するっていうことにあんまり興味持たずに、意外とこうライブが、はい、メインの活動をしてました、ね、それはなんでなの、そのやっぱりニューウェーブはライブがいいみたいな感じだったの、うん、なんかねその自分一人で作ったものを誰かに聞かすっていうことがものすごい恥ずかしかったんですよ、うん、バンドのものは全然いいんですけど、ああそうか、はい、聞かすの恥ずかしいけどバンドで聞かすのは逆にや、はい、したい全然、はい、もうだからもう壊れてれば壊れてるほどかっこいいと思ってたんで全然それは良かったんですけど、なんか自分でなんか作ったものを録音するってこう
どっちかというと破壊よりも構築じゃないですか。うんうんうん、それをこう人に聞かすのがとても恥ずかしくて、なんか聞かすのが、うん、聞かせないイコールあんまり作らなくなっちゃうんで、なるほど、ね、あんまり進化しなかったんですよね、うん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 。だから自分でその打ち込むっていうことは結構そこから、長年というかその上京してモンドグロッソでデビューするっていうところまで結構飽きましたね。なるほどね。そこも、そこか、そのブランクの期間ずっとこうどっちかというとプレイヤーでしたね。はい。ミュージシャンというプレイヤーに近かったです。うん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 。そうか。太田さんの打ち込みの最初っていつなんですか？僕、むしろそういう意味じゃ逆かもしれなくて、打ち込みとかっていうのを本当に始めたのはメロンの頃で、はい。1982年。82年。だあの頃まだミディもまともになかったから、ね、はい、そのオーバーハイムとリンドラムと、うん、なんか同期するのにまずドクタークリッククロックとかいうのに、はい、ミディじゃなくて全部そういう CV ゲートとかなんかつないで CV だ、はいはい、それで何かをマスターにして走らせて、はい、なんとか動くけどライブで何回ももちろん故障するしみたいな、うん、そんなのでも嫌だなと思ってたんだけども、ドラムマシンがそういうリンとかいろんなのが主流に、まあ、なってくるじゃない、うん、はい、でその時に僕なんかはそのベースじゃなくてドラムだから、なんかその生ドラムに対してのなんかなんだろう、リミテーションというか、生ドラムではこういうことはできるけど機械みたいなあんな正確にはできないし、うん、ドラム生ドラムは腕2本と足2本しかないけど、リズムボックスだったらもうタコの足みたいにいっぱい同じことを踏んだり、うんうんうん、絶対不可能なこともできるっていうのもあったから、はい、でもともとドラマーとして僕は全然自信もなければ何もなくて、うん、何かそういう違うこと、はい、そのいわゆるそのなんかドラマーめっちゃうまいですみたいな、うん、そっちの方向にはなぜかあんまり行かず、うん、まあむしろそのミュートビートだったりメロンだったりって、ミュートビートもそのダブとか、うん、まあ簡単に言えばディレイかけてごまかすみたいな雑な説明ですねみたいな、まあそんな感じもありの、はい、でもその抜くことの方が興味があって、その手数が多いよりも少ないけが少ないほど面白いっていうのもあって、で多いのは機械がやればいいじゃんって思ってて、うん、でそうしてるうちにそのまあメロンがヒップホップとかも入り始めたり、プリンスとかもね流行ってたりして、はい、だから打ち込み系をなぜかまあ僕が担当するようになっていって、うん、でミュートビートの場合は全然その打ち込みは全くなし、むしろ真逆のもうなんかアナログでダブやってますみたいな、はい、でももう今度また真逆のメロンがあって、そっちはもう新しい機材出たらすぐ手に入れるみたいな、でこんなのがある、あんなのがあるってやって、それはもともとそういう電化製品が好きなタイプだったから、うそういうものすぐこう解読するのが好きだったんだね。でもそもそも、でもそのもともとドラム小さい頃にやられていて、うんうん、なぜそのドラムマシンみたいなことに出会うっていうことと含めて、そのメロンにうん、入ることになったんですか？メロンに入るきっかけは、うん、ミュートビートをやってる、ミュートビートのまあ、なったぐらい、ミュートビートになるかならないかぐらいの頃に、はい、ちょうどピテカントロプスっていうのがオープンするっていう頃に、はい、僕は京都から出てきました、うん。それでメンバー募集で探してる中でミュートビートっていうのを始めて、クロコダイルとかちょこちょこやってる時に、うん、その中のメンバーがトシちゃんチカちゃんと仲良くて、うん、で、クロコダイルでライブやってる時にトシちゃんチカちゃんと、あと工藤くんが、はい、見に来た、うん、で彼らはピテカントロプスっていうクラブ、日本にまだないようなそういうクラブを、うん、作りたいって言って、萌一さんとか、うん、誠司さんとか徳さんとかあの辺の人たちがこうそういうの やれたらいいねみたいなところから始まってて、うん、じゃあどんなことするかとか、メロンはもうそこでしか演奏しないとかやって、うんうん、で彼らはプラスチックス解散してニューヨークでレコーディングして帰ってきたばっかりで、まだメンバーをどうしようかなみたいな感じで探してたみたいなとこもあって、
で、そこで僕は京都から来たばっかりのなんか白いシャツして丸い銀縁メガネかけてスポーツ狩りみたいなのがダブやってて、それが逆にすっごい新鮮だったみたいで、メロン手伝ってくんないってことになって、その基本はもうミュートビートのメンバー基本、だ小玉さんもいたしメロンに、そう、そんなでやっていくうちにだんだんヒップホップがそのまああの頃でしょ、ピテカン82年にやった頃にワイルドスタイルが、はい、映画があって、はい、それでニューヨークからいろんな MTV が始まって、それでヒップホップのいろんな流れが来て、ハービー・ハンコックのロックイットが出てみたいな、そんな当時だったから、そのトシちゃんとしてはそのなんかやっぱ生バンドは生バンドだし、それ以上でもそれ以下でもないしっていう、もちろん生バンドのマジックもあるけど、でも今やそのテクノを超えたリズムボックスの使い方っていうのをヒップホップのやつらはやったと思うんだよね。そうですね、その当時ね、うん、はい、それでそのサンプリングの、まあ機材も本当にもう日々すごいいろんなものが増えてって、なんかエミュレーターだのシンクラビアだの、あの赤いのサンプラーだの、でシーケンスも増えていろんなのも出て、ミディも増えてとか、まあそういうのもあるんだけど、そういう時代だったから、多分トシちゃんとしてはそのいろいろ面白いこともしたいし、やっぱ好きな音楽っていうのがやっぱそっち系になっていってたから、で僕もすごい興味あったから、でもトシちゃんともうがっぷり四つで、こんなのいいよね、こんな音楽好きだよね、うん、なるほど。じゃあ逆に言うと、中西さんはその時に豪太さんの生ドラムを見て、こいつドラムのプログラミングできるんちゃうかと思ったっていうことですよね。うん、そうかもしれない。グルーブ出せるんちゃうかっていう、そうかもしれない、そういう話ですよね。そうかもしれない、ね、うん、だって普通に考えてそのドラマーとその打ち込みができるっていうのは今だと全然違う話じゃないですか。もともとあの頃はもうドラマは嫌ってたからね。やんないですよね。あの悪魔のマシーンみたいな。ね、だからそこに逆に豪太さんをしてこれやらしてみようと思ったっていうトシさんのあの独特の感性ですね。そうだね。それは面白い。うんうん。でチカちゃんはもうなんかそのほんのじゃあ手に入れようとか言って、もうスタイリストですごい仕事も忙しかったから、はい、ちょっと僕らにしては高い機材も買ったりとかして、チカさんがそういうのもなんか大蔵省、そう面白いそう、すごいなそれ。で、あのコルグに知り合いの人ができて、コルグの人もちょっとスポンサーしたいみたいな感じで、それで桑原茂一さんがメロンのマネージャーやってる時にコルグ行って、これ余談だけど、で初めましてって会って、で名刺パッてもらったら、そのコルグの人の名前が小林克也だったっていう、ね、ああすごいですね、同姓同名って。その小林さん知ってるかも、多分知ってると思う、知ってますよ、うん、今はもうコルグ離れて、はい、あれだけど、僕だから20年ぐらい前までお世話になってました、その小林さん。そういえば。ね、そのコルグのサンプラーとかね、あれもそうだしさ。なるほどね。うん。そうか、じゃあ、ある意味だからね、逆だよね、そっちは人力というか、で、モンドグロスになっていき、僕は、まあ、ミュートビットだけやってたらアナログだったんだろうけど、そっちはメロンの方に、だんだんこう、そのピテ感がやっぱり面白かったっていうのもあって。僕でも反対だと思ってたんですよ。メロンが最初で、そこからミュートビート、なんか年代そうか、リリースの、あのなんか歴史でいくと、順番がね、はい、ミュートビートの方が僕は後のような気がしてたんで、まあでもあんまりその時期変わんないのかな。まあでも確かにそのメロンっていう名前が世に出てるのと、ミュートビートっていうのが世に出たのはメロンの方が全然先だし、そうですよね、ミュートビートはピテカの頃にミュートビートになって、その前はルードフラワーっていうバンドだったから、それはもっとニューウェーブ、それこそなんかレゲエチックな、そうそう、だからそういう意味ではそういう順番に捉えられても不思議じゃない。そうだから僕結構、だからもう本当すみません、ただのファンみたいな話になっちゃいますけど、そのミュートビートから出した、ロアから出したケースとか、はいはいはい、ニューヨークの、はい、あの輸入版屋に行って買ったりとかもしましたし、当然トラとか全部持ってたんで、トラにもミュートビート結構入ってましたね。トラはすごい、そういう意味じゃ影響力あったよね、面白いものいっぱい出したもんね。そう、なんかそのテープの、ね、演奏とか、そのですね、コマーショーとかの合間に、うん、デプトのコマーシャルとか入ってるんですよね。デプトってね、古着屋さんね。うんうんうん、
まさに今日昼ご飯食べてくれた。あ、そうですか。せいじさんと。あ、そうです、うん、あの、だから、時に、それこそ藤原宏とかと、スネークマンショーのおまけのなんかレコード作るからって言って、2人で作ったりとか、はい、ダモンブラザーズっていう。それで、僕は京都だから、じゃあ、うん、八橋小僧っていう名前にしようかな。で、ヒロシが、じゃあ僕は伊勢だから、赤服ベイビーにしようかな。そんなことをやりながら。すごい話ですよね、うん。もう本当にもう僕はピテカンの子供というか学生というか、そこで育った感じがすごくあって、そこでもちろんヒロシにも会ったし、まあ、いろんなガイタレもいっぱい見たし、あったし、話したりしたし、でそこでそういう機材とかも試したり、でまた面白かったのはヤン富田さんとがメロンに入ってきてて、それでトシちゃんとヤンさんでマーチンデリーとかああいう全く違う、それこそまたエキゾチックな、ある意味あれもニューウェーブっていうか、そのね、ニューウェーブですよね、斬新なアレンジで面白い。それもまた引き込まれて、はい、でメロンは週末にやってて、ミュートビートが月曜日だか火曜日にやって、水曜日はスイカの日っていうことで、ウォーターメロンっていうグループを作ろうって言って、それにもまた参加するようになって。あれもそうですか。